駆け道ラジオです。今回は精神科医のアッチョパス先生に解説してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はテーマはこちらです。高齢者の発達障害の特徴と。はい、ですです。まあ、大人の人とか高齢者になって気づかれる方っていうのがですね、まあ、基本的には能力が割と高いです。まあ、というのもやっぱ気づかれる年齢が遅いってことは、それまでなんとかうまくやってこられてたっていうところで、ご自身でこうずっと試行錯誤したりとかですね、あとはやっぱり周りが恵まれてるみたいな、すごいこういい人たちに囲まれてですです。で、割と生活リズムとかもしっかりされてて、ずっとまあこれでずっと来られてましたよっていう方が多いですね。で、まあ例えばまあちょっとした生活の変化とかで、まあ、わーっと崩れてしまうとか。あれですかね、あのずっと働いてて、あの退職して、定年退職して生活環境が変わるとかもきっかけになったりしますかね。普通の方でもやっぱりそこはあの急にしんどくなったとか、まあ、逆にもちろんいらっしゃると思うんですけど、まあ、ずっとこう、まあ、こだわって生活をされてこられてたりとか、まあ、変化にもちろんあるので、そこについていけなくなっちゃうっていうことがあるでしょうね。あとはやっぱり例えば耳が遠いとか、なんだろう、空気を読むのができなくても、そのなんとか技術を駆使して空気を読んでる方ってすごく多くてですね、障害の中にもやっぱりその本人さんの頑張りによって空気を読んでる方がいるので、耳が遠くなって情報はうまく収集できなくなってついていけなくなったとか。そうか。昔って発達障害っていう考え方がそもそもないじゃないですか。そうなると、なんとかしないと社会の中でうまくやっていけないから、もうなんとか自力でするしかなかったみたいなことなんですかね。まあ、本人なりにこういう時はこうやってするとか、うまいことこう、なんか試行錯誤した結果落ち着いたやり方があるんですね。それがちょっとちょっと変えざるを得なくなっちゃったとか、あとそれこそなんか例えばなんだろう、タバコを吸ったりとかして気を紛らわすみたいな方法がずっと染みついてたけど、肺をちょっと悪くしてタバコやめなさいって言われましたとか、そういうのでちょっとどうしてもなんかで新しいものを取り入れて発散しようってなかなかやっぱ難しいと思うんですよね。ずっとこうね、習慣の中でそれで慣れてきてたものを急に置き換えるって難しいのかもしれないですね。自分もできないと思うので。いや、そうですよね。困ったらこうすればいいっていうのでずっとうまくいってると難しいですよね。それでちょっと崩れ始めたりとかってことがあって、受診に繋がったりすることが多いです。こう年を重ねるとどうしても体の機能も落ちてくるから、どちらにしろこう若い頃と全く同じは難しいよねっていうのは分かるんですけど、それによってさらに困りごとが増えてくるっていうこともあるわけですよね。あると思います。そうか。なかなか大変そうだなとは思うけれども、それでね、気づいて、誰かが気づいてくれればいいなっていうのが、私たちの願いですね。そうですね。今回この話題を取り上げるまであんまり高齢の方の発達障害っていうことを考えたことがなかったんですけど、もうちょっとこういう、どの世代でも関係なく可能性は、発達障害っていうものは該当する可能性があるなっていうことが浸透してくると、相談しやすくなったりとか、受診につながったり、何かこうね、動きが変わってくることもあるかもしれないですよね。そうですね。何かしら困ってるところにこうアプローチがね、一つでも選択肢が増えたらいいかなとは思うので、人生100年世代、100年時代ですからね。こうずっと高齢者って言ってもね、そこなんか40年ぐらい。そうなんですよ。今高齢者ゾーンに入ってからが長いですから、そこをちゃんと快適に生活していくって考えると、この高齢者の発達障害っていう可能性も頭に入っておくといいでしょうね。ですね。はい。ということで、今回は精神科医のアッチョパス先生に高齢者の発達障害の特徴について解説してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。